よくこんなとこで待ち合わせますよね。少しは気にしろよな。スクープいただきっすね。おお、恋人来た。え？え？これってもしかして、あれってラブですか？ああ、ラブだ。もう気にしなくていいよ。うん、気にしない。速度制限も気にしなくていいよ。メリークリスマス、ソフトバンク。お願いします。マイクをつけます。ちょっとサンタ見てないけど、お願いします。歩いてきてます。音は閉めてる状態で、はい、閉めます。お願いします。嬉しい、ありがとう。なんだろうこれ。はい、もう一回行きます。もう一回行きます。関係性が離れてて、最初はちょっとやろうと思って、ちょっと恋人通りで、ちょっと今確かにそうです、激しくやりすぎた。ちょっとなんかあれがここで見えますね。ありがとう。徐々に見えますね。途中から失敗してます。大丈夫。よし、体勢できたらもう一回行きます。行きます。はい、よーい。はい。もう気にしなくていいよ。気にしない。はい、はい、はい。あー、よかった。あれがね、これが。今、下に行きます。顔は下がってる。顔が下がってる。うん。ちょっと上ですね。そう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 。うん、そう。大丈夫ですか。で、顎を引いてみてください。今、うん、もうちょっとフィットしてないですか。ちょっと、ちょっと右向きなのかな。いや、今傾いちゃった。本人だから。うん。で、顎を引いてみてください。はい、はい。今フィット大丈夫ですか。大丈夫です。はい。じゃあ、はい。お願いします。まもなくで。帽子大丈夫。はい。もう気にしなくていいよ。気にしない。はい、カット。はい、カット。ちょっと来て。もう一回行きます。ここまでは、ただ最初から。はい。ちょっと前に出てる。ああ、ごめんなさい。俺今ちょっと違うところ見てる。ちょっと今もうちょい切ってみます。ライティングが多分あれですよね。そこまでの想定じゃなかったですね。これぐらいだと。もうちょい切ってきました。ああ、雪を指定したところで。すげえな、大したことないんだよ。俺のイメージする風紀とさ、絶対違って、表情と噛み合ってなかった。全然噛み合ってない。それなんて言うんだよ。こんなイメージ、こんな感じなんだけど、俺もこんな風にやってる。まあ、もうなんですね。雪を忘れさせます。
わせてます。最近具合言ってほしいですよね。買ったこと言ってたの。あ、本当ですか。すごい吹雪にするから、味もすごいすごい吹雪でいいですね。はい、ごまいきます。ラケオンしびしびさんかな。スタート。おお、いいじゃん。ホワイトクリスマスね。スタート。新聞撮影は一旦終了となります。お疲れ様でした。そうですね、はい、初めてお会いしました。表現されたご感想みたいなのはいかがでしょう、お二人。いや、なんかセリフがめちゃくちゃ色っぽかったですよね。え？なんかセリフ、こういうのなんか急にわってお芝居した瞬間に急に、はい、あ、ちょっとドキッとしました。あ、ありがとうございます。桜井さんいかがでした？そうですね、私すごい田中さん今日初めてお会いして、その、まあ、画面越しで見てるとすごい勝手に儚いこうイメージがあって、あの今日お会いしてやっぱり儚いなと思いました。儚い、はい、儚いです。儚いですか、はい、あ、そうですか、はい、よかったよかった。具体的にどういったところが、そうな、分からないんですけど、その作品で結構そのもちろんすごくこうエネルギー高い役もやられてると思うんですけど、だけど儚いっていう勝手な私のイメージがありまして、なんかすごい、すごい嬉しいですね。本当ですか、はい、すごい儚いです、はい、これから儚いって言います。はい、僕はですね、クリスマスは本当に毎年仕事してるなっていう思い出ですね。で、案の定今年も仕事してるでしょうし、今年のご予定はまあ仕事になるんじゃないかな。今年は、はい、仕事ですね、はい。でも、まあ、理想って言ったら変ですけど、小さい時のクリスマスのイメージが家族みんなで、その日みんなでなんかチキンを食べるっていうイメージなので、やっぱりなんかクリスマス家族でゆっくり普通にただチキン食べるだけでもいいなとは思いますけど、はい。うちの家族が小さい頃割とその、まあ、イベントごとをちゃんとこうするような家庭だったので、まあ、ツリーを飾り、その大きいものじゃないですけどで、ケーキを食べるっていうのを毎年やってきたので、大人になってから家族で過ごすことなくなりましたけど、でも今この年になってもやっぱり家族で過ごしたクリスマスはすごい残ってるので、はい、そうですね、思い出します。今年のクリスマスは私の今把握してる段階だと仕事がもう終わってると思うので、仕事納めなので、友達とケーキとか食べながらお家でゆっくりできたらいいなって思ってます。理想のクリスマスの過ごし方っていうのを、まあ、お友達でしょ。あ、そうですね、でも今日先ほど撮影の時にまあ、ディナーというか形をとってて、あ、家もいいけど外もいいなって思いました。